で今日相手がナルシストでわざわざ自撮りを送ってきてその LINE の文章がご褒美あげるってされた。あ、キモ。え、無理。ちょっとめっちゃ変えるか。面白いかもね、そこまでいくとポジティブすぎて。でもなんかその人に対してこっちも本当に今日もかっこいいってやんなきゃいけないタイプなのか、いや気持ち悪いって言えるような関係なのかによるよね。確かにそれ重要かも。もしうちだったらキモ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 ワラワラみたいな感じで言ってもあっちもうるせえワラ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 って来るような男性だったらおもろいと思う。ああ確かに。あ、そうね、ギャグとして。そう、ギャグ、ネタネタ、うん、だったらいいけど、ガチだったらブロック。中学生の時の話なんだけど、顔は全然イケメンなんだけど、もう体がちょっとがたいがいいだけで、そんななんかがっちりやってるわけじゃなくて、でちょっとやりだすと鏡でずっとポージングみたいにこうやってやってんの。お風呂上がりとか。それが嫌で、嫌すぎて鏡見んなって言ってたぐらい嫌だったから。なんかナルシストは、あーなるほどね、なんか面白さがないと受け入れがたい。で、性の逆にされたらめっちゃ鏡見るじゃんって言って終わるか。うんうんうん、普通にね、うんうんうん、それこそカエル化ではないけど、あーってなっちゃうのがインスタのストーリーめっちゃ見る彼氏とかなんですけど、うん、やばー。しかもちょっと携帯斜めでなんか見れないような感じでやるしね。え、それよ、カエル化とかじゃなくてもあとなんか充電切れそうでめっちゃ焦る男ちょっとやだ。やばい、あと20% しかないみたいな。あるやんみたいな。うちが結構そんな携帯切れるってなったら、まあ結構冷静だから。いや、やばいやばい。だ充電器ないんだ。本当にやばいって始まるやつ。ちょっとやだ。いない。いるいるいる。若干変えるかもしれない。本気で切れた時変えるか。だって。あ、あるよ。それはそう。テンションがさ、合わないとさ、引くよ。せいら、喧嘩とかしたとしても怒れないですよ、せいら。うんうんうん、スンって逆になんか我に返っちゃって、なんかめっちゃ怒ってるって思っちゃって、その人の怒ってる姿だけに集中すると、うんうんうん、聞くまでいかないけど戦わないってことで、うん、戦っちゃうからな。戦いそう。なんかめっちゃ怖そう、喧嘩したら。うん、めっちゃ怖い。喧嘩した時こうやって引っ張ったらどうします。何え、発想やばいくらい。喧嘩してて、うんうん、いきなり、うん、お前ほんといい加減しろよ。どんな男と付き合ってるんだとしたら。じゃあどうします。え、もう右パンツボロボロ。やり返した。やり返した。泣かない。え、泣くっていうか殺しに行くと思う。やり返した。もうそれが続きするかも、その方が。でもケラは毎回じゃないけど、うん、結構彼氏とプロレスは経験するよ。本当に？うん。なんで手が出るまで発展するのかわからないですよね。あ、でも女の子を傷つける男って本当ひっぱたいてでも直した方がいいと思っちゃうタイプだから。例えば、うん、一緒に歩ってて男からしたら容姿がそんな好きじゃない女の子を見て、うん、あの女の子めっちゃブスじゃないとか言い出したら、もう頭全然ひっぱたく。あー、いいね。うん、かっこいい。なんか調教スタイル。うんうん。何言ってるのみたいな、うん、とかはよくやってた。うん。いや、私普通に、え、最低って感じそうなの。うんうんうん。ちゃうか。付き合ってすぐに結婚や同棲の話をしてきた人がいました。あー、でもそりゃそう。仲良い友達はさ、会ったその日に付き合おうって言われて、いいよって言って結婚した人いるよ。すごいね。うん。なんか出会ってすぐの人の方が蛙化起きそうだね。あー、まあね、確かに仲がね、そんなまだ深くないから。そうそうそう。告白してくれる男子ってやっぱ大人になるせいなくなってくるから、告白してくれる人ってね、大事にした方がいいと思う。そうなんかな。好きになれば蛙化なことされても嫌いにならない。まあでも大体はそうなってくよ。これちょっと変かもしれないんだけど、女の子が言う憧れな夜景とか、うん、雰囲気のおしゃれなところでご飯するってあるじゃないですか、うん、気合い入れてくれたんだなって思うとちょっとカエル化になる。最悪も本当にごめんなさい。カエル化まで行かないけど、うん、ナチュラルの方が好きだからって言われると、うんうんうん、すかす人いるもんね。こういうとこを連れてくる俺みたいな、ナチュラルに連れてってほしいんだよね。そうそうそう、多分ね。で、なんか一回言われたことがあって、何時何時にあそこでドレスか、ドレスコードとは何々でって言われたことがあって、白だよみたいな。そう、うんうん、ってと思ってせんな。なるほど、ね、どうする、ウケるみたいな。ウケるって何よね。でも慣れないとこ行くときって相手しかさ頼れる人いないからさ、もうほんと相手の行動と発言がさ頼りだよね。あ、まあね、ね、振る舞いとかがさ。確かに理想の男性図みたいな。ある、優しい、怒らない、包容力ある人で、大人の人で、どんな行動しても引かない人。あ、え、やばってか思われない人。年上じゃないみたいな。そうだね、確かにフィーリングがね、やっぱ笑いのツボが一緒じゃないとせんの結構恋愛として見えないかも。
え、でもね、うちね、ちょっとね、最近大人になった気がして、最近はよく笑う人と一緒にいるのがいいなと思っちゃって、ツボが浅い人といると気楽。例えばキレイがちょっと怒ったりとか喧嘩っぽくなりそうなところを笑ってくれるような人、めっちゃ怒ってんじゃんみたいな、そういう感じでなんか変換してくれる人は、マジでうち合う。よく笑う人はいいね。友達でもそうやな、それは思う。ごちそうさま。これ食べてみたくない？うん、ついに来た。なんか前流行ってたけど、なんかこのタイプになって見たの初めて。そうなんだ。え、かわちい。絶対美味しいじゃん。うん、一気にかけて帰ったら鼻詰まってるから、あんまりして。うん、うちわかるよ。うまっ。うん、これおすすめ。なんかさ、うちさ、ご飯食べた後にさ、甘いの食べないと食べた気にならないんだよね。店でご飯食べたらそうなる。マジ絶対なるんだよね。デザートのこと考えると胃がちょっとぷくってでかくなるんだって。え、そうなの？そう、だから感覚わかるかもね。なんかデザートは別腹って本当らしい。うん、服装がさ、色さ、ほぼ一緒だからさ、もうここだけ違うって、髪絡めだけ違う。はい、目でこっちの。ごちそうさまでした。カエル化が多くなっちゃったね、質問返し。確かに。その送ってきてくれた人たちのカエル化の内容がちょっと独特なものでピックアップしちゃいました。てな感じで、キレイは初セイナの YouTube にお邪魔したんですけれども、はい、こういう方がちょっと得意かも、しゃべる方が。メイク。うん。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。いや、なんか珍しいんじゃない？でも意外とここなんだ、仲いいのみたいな。なんかセイナの YouTube ではさ、うちもそんな頻繁に出てたとかないからさ、そこがコラボみたいな。意外とそういう感じで仲いいんだみたいな。うちは結構育ったもんね。うん、いつもいる感じで喋ってありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。